ズナルカラー別のファッションを作ってみました。まず秋ですね、秋のニットにですね、洋柄のストール、そして黄色のペンダント、まさに秋という感じです。それからこちらのストールも、このストールもベージュとコーラルピンクのグラデーションということで、秋のちょっと夏が入ってる秋夏の方にいいと思います。そしてこちらですね、こちらもセーターの、秋のセーターのチュニックですね、チュニックの上にオレンジ色のストールと、こういうエスニック調のなんて言いますかペンダント、これは秋の方にすごく似合いますね。いいですね、夏の方のコーディネートをしてみました。ちょっと面白いんですけれども、これ、ワンピースでも着れないことはないかなっていう感じの、チュニックですかね。それの下に、少しグレー気味の柄入りですイタリア製です。柄入りのパンツです。面白いですよね。そして次にですね、これもなかなかピンクの、少しグレーっぽいピンクのベストに合わせてみた、ちょっと可愛い感じの、可愛いですよね。それからですね、最近入ってきたんですけれども、このジャケット、これ結構いい色です。夏のブラウン、夏のブラウンのジャケットで、ちょっとね、七分かな、五分袖ぐらいになってますね。モールのような感じで可愛いです。これはなかなか夏の人におすすめなんじゃないでしょうかね。でもう一つは、こういうのがあります。これもイタリア製ですね。ちょっとデザインが面白いと思います。ね、こんな感じで、ここがちょっとなんて言いますか、ニットになってます。でもう一つ最後ですね、グリーンなんですけども、グリーンの少し袖がドルマになってます。で後ろが面白いんですね。後ろがこんな感じのセーターですね。これも夏色です。下に夏色の T シャツを合わせています。以上、夏のファッションでした。これは、春、色は春なんですけども、デザインという色の使い方といい、若干冬気味なので、春冬の人にいいワンピースではないかと思います。